はい、お疲れ様です。ということで、周りの桜がですねだいぶ散ってる中、珍しくまだ咲いている桜ですねありましたので、近づいて、撮影をしています。もう半分くらい散ってる感じなんですけれども、そして逆光ですけども構わず撮影していきたいと思います。で、病院の帰り道ですね、今日病院に通院、してきまして、で別に通院する必要はなくてですね、日々の生活でしっかりこう固定をしていれば問題はないんですけれども、ちょっと私の方でですね、少し緩めてしまいまして、装具の方ですね。でこれは別に勝手にこう緩めたわけではなくて、まあその緩めてもいいですよと、短時間でもいいですよっていうことで前回先生からお話伺って、その通りにしまして、でまた自分でつけたんですけど、その時に当然痛みいいですとかね、違和感が全くなく過ごしていたんですけども、ただその短時間とは言われていたんですけども、ついちょっともううっかりうとうと寝てしまって、もう2時間とかちょっと3時間ぐらいも経ってしまった中で、痛みはないけれどもこれはどうなのかということで、今日先生にまたちょっとお伺いしてきたところなんですよね。で、結論から言うと、しっかり叱っていただきました、本当に。ですね、もう弁解の余地なしっていう、まあもう本当にその一言なんですけども、で日中ですね、まあ、今もそうなんですけども活動してますと、歩いてるだけでもですねやっぱり振動が伝わったりですね、まだ患部っていうのがこう痛いんですよね、じんじんこう痛みまして、ただ寝てるとですね、横になってると、まあ、寝てる間もそうなんですけど痛みでこう起きることもないですし、寝起きですね、目覚めもすごい良くてですね、でその中でハッと気づいて、ちょっとまた装具 再装着ということで、果たしてこれはいいんでしょうかと、まだ大丈夫でしょうかっていう言い方もちょっと変なんですけど、まあ、それで伺いしてきたんですけども、いやもう下手をしたらもう振り出しに戻る感じだし、もしかしたらもうそのちゃんとこう患部こうくっつかないかもしれないってことはちょっとまた言われましたね。まあ、ここからまた1ヶ月近くなんですけども、まあしっかりもう今度はもう外してもいいけども、もう絶対に手で押さえておくようにとかですね、まあ本当にきつく言われまして、で本当に私も前回病院に行った時は本当にもうじんじんもう痛くて痛くて仕方なくてですね、まあこれはもうおかしいだろうということで、参院というか、再び行ったんですけど、まあでも今回はですね、全然こう痛みがない中で行ったので大丈夫だろうと思ってたんですけど、先生曰くですね、痛みがない、もうあるなしはもう関係ないんだっていうことを言われましたね。痛みがなくても、蓋を開けてみればというか、その月日が経ってですね、その所定のなんていうのかな、固定している時間がこう過ぎたとしても、やっぱりこう緩んだままになっちゃうよと、もう本当にそういう人が多いんだっていうことは言われましたね。だからちょっと厳しく言ってるんだっていうことで、まあ、他の病院とか他の先生だったら本当に固定してくださいね、絶対外さないでくださいねっていうことでもう一言で終わるところを、もう本当にもう、うまく、感知しない人が多いっていうことで、これはたとえ、小装具を使っていたとしても、手術をしていたとしても、変わらないことでして、で、これはすごい、もう何度も、具体例もですね、本当もういくつも事例を教えていただいて、もう本当にお忙しい中ですね、もうこんな先生に出会ったこと、正直一度もないんですよね。待合室にも数人いらっしゃいましたし、いやでちょっともう話、こう聞かせていただけるっていうのはもうすごいありがたいんですけど、まあただちょっとその待合室に聞こえるしなっていうことで、まあちょっと、
後ろめたさみたいのもあったんですけど、まあ例えば肩の脱臼ですとかね、特にそのスキースノーボーダーの方でやっぱりそういった方が多く来られるそうなんですよね。で、脱臼をもう1回2回じゃないよと、手術してもう4回も5回も外してる人がいるんだよってことを言われました。手術をして大変な思いをしてもうまだそこで遊びでですね、しかもジャンプをしてまあ、怪我を同じところを怪我するっていうことで、先生の愚痴ではないんですけど、なんかもうちょっと信じられないよっていうことは言われてましたね。もう私も本当に自分ごとのように、もうグーの名も出ないというか、まあ、先生のお気持ちも本当に言いたいことはもう分かりますし、もうなんでそんなバカなことをするんだっていうのも分かりつつも、一方その怪我をする方の気持ちっていうのも分かるんですよね。分かっちゃいるけどやめられないっていうまあなんかちょっと複雑な心境ですけども、まあ私は私で、もう先生にもまあでもちょっと見捨てられてはいないような感じはしたんですけど、まあこれが本当のラストチャンスかなっていう感じがしますね。これでまあ本当に自分の判断というか、まあちょっと私の判断というかそのまあ判断の甘さというかですね、そういったのをちょっともう絶対金輪際しないということで、まあどうなるかですけどね、もう結果はどうなるかちょっとわからないですけど、ダメ元で、1ヶ月ですね、引き続き過ごしていきたいと思います。はい、ちょっとダラダラ話をしてしまいましたけども、これで終わりにしたいと思います。ということで以上。